エーシンフラッシュ、母シーキングフェイム、牝馬関西、浜田民生厩舎入厩予定。相変わらず伸びがあってすらりとした体型ですが、薄手の印象が薄れ、幅が出てぐんと見栄えが良くなってきました。胸も深くなって全体に容量が大きくなりました。足長で漢方の大きな歩様は全身の伸びが良く、いかにも芝が合いそうです。距離も中距離以上がベストの印象。母や祖母を超える活躍を期待するのはもちろん、やはり歌手の舞台を目指したい一頭です。